仕事のこう行き帰りだったりとか、あとはまあ娘がいまして、娘をちょっ と、送ったりとか、あの習い事に送ったりとかですね、すごくあの未来っぽいなっていう、アクセルを踏んだ時に電気の方がよりこう滑らかにでスーッとこう走っていく、ちょっと浮遊感に近いものがあるかなと。ガソリン車と比べてかなりあの音が静かだなと。まあ大体自分は音楽だったりとかを聞いてるんですけれども、それがすごいクリアに入ってくる。やっぱり一番の不満はバッテリーで走れる距離が40キロ弱だと思うんですけれども、それで、バッテリーがほぼほぼなくなってしまうような、状況だったんですね。軽井沢の方にちょっと春スキーに行きたいなと思ってます。エアコンとか使わない状態だと400キロ以上走れるような、スペックになってるのは確認してますし、充電しなくても多分帰ってこれるぐらい の余裕があるんだろうなっていうふうに感じてまして、この軽井沢で、しっかり確認していきたいなと思ってます。